行の達人。旅行の達人の大です。今日は行かなきゃ損、熊本で大人気の肉料理店10選をご紹介します。熊本の肉料理といえばやっぱり馬肉でしょう。中でもすぐに思い浮かぶのが馬刺しですよね。馬刺しは甘くてたてがみが美味しいのですが、馬刺し以外にも有名のお肉が阿蘇地方の赤牛です。ハーブを食べさせて育てた赤牛、お刺身も美味しいので馬肉と赤牛を食べ比べるのも楽しいですね。今回は熊本で人気の肉料理がいただけるお店を10選でご案内いたします。焼肉やハンバーグなど美味しい肉料理を食べに熊本に向かいましょうか。一つ目にご紹介するのは菅野屋上通り店。熊本城公園の東側、市電通り町筋駅より徒歩1分のところにあるのが菅野屋上通り店です。桜肉を食べながら極上のひとときが楽しめるお店です。落ち着いた雰囲気のお店で、いつも大勢のお客様でにぎわっています。有名な人気店ですので、事前に予約した方が間違いないかもですね。お客様のほとんどが注文する馬刺しはほのかな甘みととろける食感が特徴です。特選馬刺し、赤身、たてがみなど、これぞ専門店といったさまざまな部位が揃っています。刺身だけでなく、名物ハリハリ鍋や石焼きなどの食べ方でも味わえます。新感覚の馬肉料理を堪能しに訪れましょう。二つ目にご紹介するのは菅、熊本にある西銀座通り下通り1丁目にある繁華街の中心部にお店を構えているのが居酒屋菅です。最寄り駅は市電上熊本線の花畑町下通りコア21前のファミリーマートの角を曲がって右側にあります。木目調の内装に柔らかな照明が心地よい雰囲気を作り出しています。店内はカウンター席、テーブル席、個室なども完備され、目的に合わせて選べますね。居酒屋菅は肉料理の専門店というよりも豊富な種類のお酒が揃った上、熊本馬肉はもちろん創作料理や中華料理など様々な料理が堪能できる居酒屋さんなんです。3つ目にご紹介するのは馬料理専門天国。馬料理専門天国本店は JR 熊本駅より徒歩10分、熊本市電田崎橋より徒歩7分のところにあります。大きな看板と御影石でデザインされたエントランス、モダンながらも少々派手めな感じでよく目立ちます。店内はカウンター席と小上がりのテーブル席がバランスよく配列。メニューも馬肉刺身6種盛り、あばらの塩焼き、豚しゃぶなど大満足の料理が揃っています。さらには馬ホルモンの煮込み、馬ヒレステーキ、馬刺し盛り合わせなどをメインとした定食も見逃せないところ。おすすめは馬刺しとヒレステーキがセットになったスペシャル定食ですね。4つ目にご紹介するのは馬桜下通り店。熊本市電通り町筋の電停より徒歩3分のところにあるのが馬肉料理専門店馬桜です。今では日本全国で食べられる馬肉料理ですが、馬桜ではさすがの本場熊本ならではの鮮度抜群熊本馬肉にこだわり、希少な部位を含んだ豊富なバリエーションが自慢です。さらには馬肉をふんだんに使った創作料理もこの店ならではのメニューです。気軽にいただける馬肉のピザやパスタなどもあって美味しいと評判です。高級感が漂う店内なので接待の場としても利用できますし、デートや会食などにも最適です。5つ目にご紹介するのはムツゴロウ。熊本城や市役所などからもほど近く、熊本グリーンホテル地下1階にあるお店がムツゴロウです。馬刺しをはじめとした充実の馬肉料理がいただける新鮮で美味しい馬肉にこだわった馬肉料理専門店です。さらには焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、ステーキ、創作料理からからしれんこん、一文字ぐるぐるといった熊本の郷土料理も用意されています。美味しい料理が食べたいと思ったらムツゴロウに行けば問題解決ですね。特に創作料理のパスタ、ピッツァ、ハンバーグ、コロッケ、冷しゃぶなどはここでしか味わえません。ぜひお試しくださいね。6つ目にご紹介するのは赤牛店焼肉都阿蘇の司店。外輪山の景色が一番美しいことで知られる公的なロケーションに立つ
阿蘇の司ビラパークホテル&スパリゾートは阿蘇の大自然を一望できるホテルです。花と芸術と健康の空間が楽しめるヨーロピアンリゾートのホテルの中に純韓国料理、焼肉、みやこはあります。博多で評判の高い人気焼肉店みやこの阿蘇の司支店です。数多くの焼肉店がひしめく博多において競争を勝ち抜き、創業以来長きにわたって美味しさと安全にこだわり続けてきた焼肉、純韓国料理のお店です。最高のお肉や料理が味わえる本格韓国焼肉店、ホテルで焼肉っていうのもなかなかにいいものですよ。7つ目にご紹介するのはよかよか亭宮地店。 JR 宮地駅から徒歩3分とアクセス最高なのが精肉店直営のよかよか亭です。名物赤牛丼をはじめとして焼肉、囲碁郷土料理までが食べられるお店、その他のメニューもたくさんあってかなりリーズナブルです。自社農場で育てた赤牛を取り扱うお肉屋さんだからこそのクオリティの高さと価格なのですね。店内の客席は全室が広々とした個室になっているのも嬉しいところ。ゆったりと食事をすることができます。熊本名物赤牛丼はまさに究極の美味しさ、そしてステーキに至っては簡単に切れるほどの柔らかさと美味しさがたまりません。8つ目にご紹介するのは赤牛店桜。 JR 憩いの村駅から徒歩15分のところにあるのが桜です。古い土蔵を改築したカフェで昔の雰囲気が素敵です。築200年以上のお店、いろりや掘りごたつに個室もあります。地鶏の炭火焼き、肥後の赤牛、高菜飯などの阿蘇を代表する料理がいただけます。野菜類は無農薬の自家栽培、地鶏も阿蘇産で調味料に至るまでが阿蘇にこだわっています。地産地消を推進し、自家菜園や自家農園で野菜やお米が作られています。コーヒーも丁寧にハンドピックされた自家焙煎、阿蘇の景観を楽しみながらこだわりの料理や自家焙煎コーヒーが堪能できるお店です。9つ目にご紹介するのは赤牛店今金食堂。阿蘇内の巻温泉に創業して100年余り、今行列のできる人気店として知られているのが今金食堂です。そうです、庶民の味方の大衆食堂、地元の皆さんに愛されている食堂です。お店は観光客向けのお店が集まるエリアにあります。営業時間はお昼の11時から2時半まで、ランチ専門のお店ですね。メニューは至ってシンプルなのですが、やっぱりおすすめなのが赤牛丼。一口食べるごとに思わず美味しいって言葉が出てしまいます。ジューシーで柔らかな赤牛の旨味がにじみ出てくる一品、阿蘇内の巻温泉に立ち寄った際には行かないと後悔する人気店です。最後にご紹介するのは赤牛店レストラン北山。内の巻駅から車で走って約30分、阿蘇スカイラインとミルクロードの交差点付近にあるのがレストラン北山です。一面の草原の中にある山小屋風の建物で、一見カフェのようですが実は本格的なレストラン。店内は天然木を生かした椅子やテーブルが並び、奥には眺望抜群のテラス席も。ビーフシチューやステーキなども気になりますが、やっぱり人気の赤牛丼でしょう。他のお店では赤牛丼と呼びますが、レストラン北山ではなぜかバイク丼という名。甘口醤油とごまの風味のタレをかければ赤牛の旨味が引き立ってきます。いかがだったでしょうか。未だ地震の傷跡が完全に消えていない熊本ですが、美味しいフードがたくさんある地域です。中でも馬刺しや赤牛丼などは一度食べたら忘れられなくなる一品。ぜひ美味を味わいに熊本に出向いてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。